作ってくれるんだって LINE で。これ難しそうだよ。悪くなさそう、本当に。はい、皆さんこんにちは、アップバンクの宮下です。普段はリンゴルフの雑用をしております。さやぶさ心です。さやぶさ心です。前回はアイアンが出来上がるまでを見ました。はい、今回はドライバー編です。はい、早速行きましょう。今からですね、ウッドラインの、簡単な紹介と、製造というスタッフですねというところから入っていきます。はい、こちらですね、生産タグというものがありますが、これが私が注文した。そうです、午前中フィッティングというところでこちらの方にお名前の方が名前が書いてあるあると思うんですが、こちらの情報ですね、はい、こちらの情報をもとにこのような形ですね、パーツが、集められます。パーツが集まりましたら製造 U シェイプを描いた製造現場に。あ、スタートゴール。そうです、出口の方が梱包出来上がってる。実際ですね、普段作業してもらってる方々に、はい、同じように流していただくような、はい、形で進めていきます。今作ってくれるんだって LINE で。特別なやつですよ。すごいね、贅沢だな。接着剤が入らないようにここに線をします。このあとバランスというものを取るんですが、はい、バランスを取るためには、規定の長さにカットしないと正規のバランスが取れないので、接着する前にウッドというのは先にカットします。結構短めになったんだよね。あそこに、43.63 という数字が出てる、はい、その長さに、カットされます。短くすると、まあ、しならなくて、このターゲットに対してのバランスというのはあそこにある D の2。今回は D2 のバランスにした。ネットの中にこういったものを、ジェルなんですけど、全体のバランスを D2 にする。うわー、粘ってる。で、鹿島のヘッドの、製造道ですね、はい、中にカスであったりやっぱり入ってますので、そのジェルを入れることによってもちろん重さを出してあげることと、はい、あとは、そのカスがこれにくっついて、お隣にならない、安定する、安定しています、はい、っていう、のためですね、入れていきます。入れてる場所がこちらになります。ヘッドのここから入れてあげてます。入れ終わりました。これから接着業務です。シャフトとヘッドが緊張の一瞬じゃないですかね。先ほどの線、入り口で線を見たと、はい、そちらまでしっかりと押し込む。あとは今接着剤が出てる。そうですね、あれは押し込んでる。あれがワインのシャフトや。あとは、余分な接着剤っていうことをしていきます。ウッドラインに関しては、はい、ここでちょっとひとまずこれから30分接着乾燥時間。あ、そうですね。すごいね。乾燥終わりました。もう買ったやつもここまで。今ヘッドに接着剤つけてジェルつけてバランスを D にしたやつがしたものが出てきました。はい。グリップのこれ難しそうだよ。あ、この人プロだ。おお、はい、このような状態です。すごい。お、粘ってる。これから、こういうのようにグリップが入っていきます。はい、まあ、溶剤つけてですね。おお、忘れたんですか。なんか伸ばしてるのかな。上からレーザーの方が降りてます。はい、でレーザーに対して、先端、中間、沿道の、ラインが、しっかりと合ってるかどうかという、確認をして、沿道までしっかり押し込んで最後は、全体のラインの確認をしていきます。形状は出来上がりました。で、これからこちらの部分に、ソールウェイトっていうものを跳ね込んでいきます。部品をね、はい、出た。 D2 かどうか見てる。ほら、
で今、D1 のターゲットに対して、はい、こちら D2 になるので、先ほど向こうでジェルを入れたと思うんですが、はい、まだ足りないんです、うん、足りないので、ここでここが本バランスになります。なるほどなるほど。仮バランス本バランス、最後の仕上げをします。これで、ターゲットに対してしっかり取れましたと、うん、いう形になるので、そこからは、アイアンと一緒で最後装飾、はい、掃除装飾流れに入っていきます。僕のやつだけあの、こうなんていうの、お店にあるなんかビニールのなしでやります。はい、今ですね、先ほど何もなかったところに重りを入れました。これがもう完成になります、うん、はい、パターライン入れました。パターにも行っちゃった、全部行ったの。パターも見に行こう。すごいね。パーツから入って右回りの、うん、最後箱入れ、箱入れここですねという形になる。おーい、アイアン同様ですね、内角ロフト角調整というところがメインにはなっています、はい、こちらが、内角ロフト角の調整場所です。どうやって調整するのかなんとなく見えてきた。説明をしますと、ここでやるんだ。これ決して汚いわけじゃありません、はい、汚いわけではありません。これが歴史です歴史です、はい、これやった70度とかやりました、今日、はい、こちらが、はい、パターの内角になります、はい、でパターのロフト角はこちらの面を見ます。へー、3というところがスタンダードロフトになります。3と、どこにパターを置くんですか。はい、ヘッドのペースですね。お、またこれも機種ごとに違うってことだ。ああ違いますね。モデルによって、こういったプレートであったり、うんうん、まあ、このクランクネックというものと、あとは、ベントタイプ、曲げるものですね、うん、ああっていう、まあ、大きく分けると2種類にはなっていきます、はい、で、フェイスを下にしまして、はい、この黒いラインと、うん、このプレートの真ん中です、真ん中、うん、が、しっかり合うことを確認してもらって、はい、ここのこの向きで内角の計測をします。結構しっかり、こちらに関しては、スタンダードブラック、うん、70度っていう、うん、オーダーですね、うん、には、出ています、うん、で内角同じようにフェイスを当ててもらって、なるほどなるほど、便利だ。3度っていう、ラインの位置ですね、はい、ここに対しても角度は出ています。それが合うようにこの辺でなんかまたグリグリってやるわけですか。そうです、叩いたりとか、はい、で、アイアンの方でもありました、内角出た出た、あ、出たなんだ、あ、僕のやつやってる。これシャフトが長いんだよね、他のやつより長く。あれ何個だっけ、 2インチくらい長くしたって。そうだよね、うん、ほらほらやってるよ。角度調整、終わりました。しかも36インチですよね。そうですね。36インチってよくあるんですか。ないです。ないですよね、はい、身長高いからでいいんですよね。いやでも僕変なイメージ全くないんですけど、すごいヘッドが遠いけどこっちも僕はいいです。疲れないし、手に入れちゃったよ。もうこれでパター50回叩かないよ。それはどうかな40回切るだけで僕はもう100余裕で切れるから。じゃあ姉さん、今日ありがとうございました、はい、めちゃくちゃ勉強になりました。本当に変わりますね、いろいろ変わる。そうですね、いろいろ変わっちゃいます、はい、自分も変わるし、あの本当にあのカスタムオーダーっていうところで、うん、世界に1本しかない、うん、あのクラブを作って、うん、作って、ね、作って、ここで作ってる、渡せるっていう、会社になるので。今日は注文してからもすぐいただくように、はい、もうちょっとそういうふうにしてもらったんですけど、はい、普段は48時間以内の出荷、出荷なんですよね。だいたいどこに発送するの。日本全国と世界中もなんですか。あとは、アジアですね。アジアだって、はい、皆さんもフィッティング行って作ってもらいましょう、ここで、ね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、と思ったらまだこれは尺が終わってない。手に入れました。っていうかさっき買ったクラブがもう3時間後には3時間後だ出来上がっちゃいました。すごい、ピンさん取材協力ありがとうございます。ドライバー、イエーイ、これは後で見せるね。
そして、また。うわー、綺麗。超綺麗。超綺麗。この黒光り、いいんじゃないの？長いのもいいんじゃないの？無理ない感じじゃないの？これは自分で回って確かめたいと思います。で、もう一個のこのね、ドライバーは早速打ってみたい。今すぐ近くの広めの打ちっぱなしに行こうと思います。行きましょう。行きます。僕さ、 YouTuber が何々したいと思いますって言うの嫌だったんだけどさ、自分も言っててさ、やっぱ言うんだな思います。行きましょう。はい、よし、じゃあこれさっき買ってきたやつを早速打ちます。じゃーん、いいっすね。確かにオーバースペックかな。どうだ結果。手に入れてすぐですよ。私はなんとなく想像はついている。これを最初に振るとどうなる。そんな悪い。左に振り遅れるんじゃない、やっぱりこう重いも。結構飛ぶぞこれ。どこボール飛んだか分かんない。めっちゃ飛んだぞ。重いんだ。重い感じた、この時は。なんかさ、上と下をこう見た時にさ、うん、すごい上が頑張ってるの分かる。頑張る、上が頑張ってる。それってやっぱ上半身に力が入ってんだよね、うんうん、ちゃんと当たってるよね。これいいんじゃないですか。これで、これでパワーアップすればいいと思う。気に入ったが、まだボールがいっぱいある。どうするか、筋トレか。頑張ります。最後座さん、僕はこれがいいと思います。多分コメント欄も悪くないじゃないか。悪くなさそう、本当に。たまこういかないもんね。もともとさ、弾道はさ、こういってたじゃん。シューンっていくよね。シューンってね。これがフィッティングの成果ですよ。いいね。買ってよかった。自信満々やで。ありがとうございます。今日大事。お疲れ様です。終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃった。はい。はい。手に入れました。手に入れました。確かにね、でもこれは分かんなかった。その体が頑張りすぎてる。だ今は上ね。上半身こう、うん、スイングしてる時に手で自分の上半身と下半身こう隠してみると、うん、どっちが頑張って打ってるかすごい見える、うん、そういう風に今もうどんどん振り方変わってきてて、もう足を固定してもう腰だけで振ろうってなってきた、うんうん、今でこことかもブラーンってなって、そしたらちょっと振り方分かってきた、うん、スイングは変わっちゃった、また、まあスイングを変えるなってビーナシは言ってたんでね。で、はい、これで手に入れたんでいろいろやっていこうと。で、まあ、今までより硬いシャフトになったわけだから、うん、これをどう使うのかっていうと、あとこのピンのヘッドね、ちょっと後で使ってみたんですけど、やっぱり全然違うし反発があるね、飛ぶ気がする。うーん、今あれ使ってから3ラウンドくらいしたんですけど飛ぶ、うんうん、なんかシューンって、あれなかなか落ちないなってなっていくから10ヤード以上は飛んでる気がする。なんかキャリーが長い、回転がいいと、うん、なんかここ止まったように、なんかね、落ちないなって思うからもういいんじゃないかなと。お、ただね、まあ、ちょっと肘とかにたまに来るから分かってないと。ゴルフエルボが来たらゴルフはできなくなりますよ。気をつけてください。はい、アイアンも買いたくなるね。いや、まだ大丈夫じゃないですかね。まずはですよ、うん、まずはですよ、うん、まずはドライバーを使いこなせてからアイアンですよ、うん、
一個一個。ちょっと待って、先生に聞きたいんですけど、はい、使いこなすとは、使いこなすとは、まっすぐ飛ばすです。まあ曲がってもいいんだけど、うん、一方方向に曲がるですよ。常に同じ球を、同じ弾道で、あ、同じ弾道とか難しいから、うん、こういう方向で出ていくの曲がり幅をだんだん狭くしていく。私だったら必ずクローズに構えて右から出て左に返って、うん、やってるやってる。そうこれ、このボールが出ないと気持ち悪いで、ずっとスランプになって、うん、なんかこうなってきて、うん、どうしていいか分かんなくなって、今やっとまたこう戻ってきて、うん、これがイメージできてれば打てるじゃん、常にあっち向いてこうやって。とにかくフィッティングせっかくしたんだから、そうだそうだそうだ、それを使いこなせるように練習する。はい、以上でした。以上でした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。